こんにちは。税業専門の税理士川南です。本日の動画は大学生の年金どうすればいいの、また未納が発覚した場合にはどう対応すればいいのか、国民年金について動画で解説していきたいと思います。私はオンラインサロンの他に Twitter、Instagram、TikTok もやってますので、そちらの方も合わせてよろしくお願いします。それでは早速動画の方進めていきましょう。よろしくお願いします。はい、それでは大学生の子どもの国民年金どうすればいいの、また未納が発覚した場合の対処法について動画で解説していきます。こちらね、大学生の子どもはお子さんがいるっていう方だけでなくね、皆さんに知ってもらいたい情報なので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。それでは本日の内容についてです。まず国民年金についての基礎を説明します。そして年金、国民年金どうして加入するといいのかを解説して、子どものね、国民年金一体どうすればいいというのをね、3パターン紹介して、その後所得控除するのを忘れないでくださいねという注意点を紹介します。そして未納が発覚した場合にね、その時の対処方法について、こちらもね、全員に当てはまる項目となりますので、ぜひ動画最後の方までご覧になってください。そして最後まとめを紹介します。このような流れでいきますので、よろしくお願いします。それでは早速国民年金についてスライドで見ていきましょう。まず国民年金とはどういう仕組みかと言いますと、日本在住の20歳以上の60歳未満の方が入るものです。これは20歳から60歳かけ続けると40年間加入することになります。令和3年度の段階で毎月 16,610 円ずつ皆さん国民年金を支払っている、納付していると思います。でこの 16,610 円は年が変わるにつれて少しずつ少しずつ上がっていっています。そして将来年金をもらうためには受給資格期間というのがありまして、10年この毎月 16,610 円をかけ続けないと受給できないというルールがあります。種類についてです。ここまで少し簡単に解説していきたいと思います。第1号、第2号、第3号というふうに国民年金は実は分かれていまして、第1号に該当するのが自営業やフリーランスの方は第1号の国民年金に入っています。そして第2号はどういう方かと言いますと、会社員や公務員になります。こちらは会社でまとめて加入されるので、給料から自動的に、ね、天引きされているっていう方がほとんどだと思います。そして第3号はどういう方かと言いますと、この第2号の扶養にいる専業主婦の方々が第3号に該当します。というように、これが国民年金の基礎、まあ、基本的なことですね、をざっくりとですけど紹介させていただきました。それでは次のスライドに行きたいと思います。とはいえね、国民年金どうして加入するといいの、皆さんね、年金制度に不信感を持っている方も多いと思うんですよ。今は本当に払っても将来もらえるかどうかわからないとか、どうせ自分がもらえる時には金額が大したことないだろうっていうような噂が回ってると思うんですけど、多分皆さんそれを判断している原因っていうのは、この65歳になった時に老齢基礎年金と呼ばれるものを受け取れる、そしてその金額がね、受け取れるかわからない、もしくは金額が少ないんじゃないかっていう、ここだけを考えて判断をしている方が多いように感じています。国民年金というのはどういう仕組みかというと、他にもありまして、こういざという時の保険の代わりになる時があるんですね。どういうかとかと言いますと、この障害基礎年金という部分になります。これは国民年金の加入中に病気や怪我が原因で障害が残った時にもらえる年金です。また遺族年金というものもあります。国民年金を加入中の方が亡くなったため、遺族のための年金制度がかけられています。この3つが加入すると使えるんですけども、もし万が一これを加入していない時で病気や怪我が原因で障害になった時には対象外になってしまって受給されないってことになるんですね。でその時になって皆さん払っておけばよかったっていう風にならないようにするために、いざという時の保険という意味も含めて、あのね、将来の年金の額ではなく、こういう手厚いサポート、いざという時の保険も含めて3つセットにされているものだっていうものを頭にまず置いていただければ嬉しいなと思います。でね、この障害年金や遺族年金っていうのは未納の方は使えません。あとね、万が一の時に使いたいなと思って入っても遅いですので、情報を知らなくて放置するっていうことだけは絶対にやめてほしいなというふうに思います。
はい、それではね、本題のね、子どもの国民年金についてスライドで解説していきます。どういうことかと言いますね、まだ子どもが大学生で支払いが負担なんだよねっていうケースが、この子どもの国民年金どうしたらいいのっていうふうな親が困ったりとかね、まあ、もしくは子ども自身も困ったりすることになるかと思います。大学生だしということで支払いが負担だからといってね、未納にしているとかそのままにしているっていうことが一番ダメですので、きちんと今から言う方法の対策3つ紹介しますので、必ずどれかの手段を取るようにしてください。じゃあ順番に解説紹介していきます。まず一つ目の方法です。これは本人が払うですね。20歳になるとね、この国民年金の支払いの納付書もしくはお知らせのもの一式届きますので、そちらの方をね、銀行に行ってもしくはね、口座振替の手続きをして毎月払っていく、これが本人が払うという方法ですね。まあ、バイト代で工面して支払っていくっていう方法が、まあ、これが一番シンプルな方法だと思います。でもね、やはりね、まだ学生で支払いがきついなって思う方たくさんいらっしゃると思うんですよ。その場合に2つ目、この学生納付特例制度を使うことができます。私も実際にね、学生時代この学生納付の特例制度少し利用させていただきました。これどういうものかと言いますと、申請をすると学生の間は国民年金の支払いを猶予してくれます。これは免除ではない、払わなくていいっていうものではないので注意してください。猶予をしてくれます。そうすると手続きをして猶予をしてもらえると、払ってなくても未納や未加入にはならないため、この障害や遺族年金、万が一の保険というものも使えるという対象者になるわけです。ここがポイントです。本当に簡単な手続きをするだけです。じゃあどういうふうにね、申請手続きすればいいのかを次で紹介していきます。申請先は市区町村の年金窓口、または近くの年金事務所に問い合わせてください。そうするとね、学生納付特例制度使いたいんですっていうとね、資料渡してくれますし、またはこの国民年金のホームページからも全ての申請用紙ダウンロードできるようになっております。またね、国民年金についての URL 概要欄に貼っておきますので、そこからねダウンロードしたいという方はぜひクリックして探してみてください。そして必要書類についてなんですけど、まず年金番号ですね、自分の年金手帳に書いてある番号が必要になります。そしてこの学生納付特例制度の申請用紙で、学生証で、在学証明書が必要になります。これを出すだけで学生の間は猶予されることになります。そして気をつけなきゃいけない点が一つポイントがあります。所得制限があるということです。所得制限の計算はこのようにします。年に128万円の収入と、扶養親族の数かける38万円プラス社会保険料の控除等というふうに計算をします。これね、もしね、所得制限よくわからないよという方はね、計算方法含めて自分は該当するのかどうか、この学生の不特例制度使えますかっていうのをね、年金窓口や年金事務所の方のね、窓口に聞いていて確認していただければいいかと思います。バイトがね、もしね、この所得制限を超えているって場合は学生の不の特例制度は使えません。またバイトは超えてないんだけど、今副業している学生さん多いじゃないですか。例えば YouTube で編集ができるとか、何かね、別の SNS 関連で稼いでいるとか、何かねされてる方多いので、そういう場合はバイト代とそちらの収入を合算して所得制限がかかってきますので、そこだけご注意ください。じゃあ次、3つ目のパターン紹介しますね。3つ目のパターンです。これは親が払うってケースですね。これはもちろん祖父母などでも OK です。大丈夫です。これを時にね、親が払うという場合に気をつけておいてほしいポイントがあるんです。これは親もそうですし、子供も気をつけておいてほしいということなんですけど、きちんと学生の間だけだよという条件をきちんとお話しするっていうことですね。20歳になったら国民年金の納付書が届くということは、基本的に世の中では一人前になったよっていうね、まあ、成人したということですので、きちんとね、これからこういう社会にルールにのっとらないといけない、もしくはこういう日本のね、仕組み、どういうものかっていうものを勉強していかないといけないんですね。なので一度きちんと話をしてほしいなと思います。そのもし親が払う場合でも、年金についてきちんと話し合うことが大事だと思います。どうして話しとかないといけないかって言いますと、学生納付の特例制度を使うのはいいんですけど、それを手続きとか何も知らずに行ってしまうと、そのまま追納せずに放置してしまう可能性が上がるんですね。なのでその点きちんと話し合うことが大事になってくるかなと思います。じゃあどういった話を親と子供がすればいいのかというと、こちら紹介していきます。まず1つ目、追納できるという話を必ずしておいてください。このね、学生納付特例制度を使うと将来もらえる年金額が少なくなることを話しておいてください。そして追納の手続きについても教えておいてあげてください。これはね、自分で意思表示をしないと追納はできません。
んので、向こうからね勝手にね年金事務所が親切に、あなた確か学生特例年制度使ってましたよね、追納しませんかみたいな風に用紙納付書が届くっていうようなことはしてくれませんので、自分で意思表示をしないといけません。なのでその追納の申請用紙を出して提出すると納付書が届くという流れになってますので、必ず追納しないといけないよっていう話をしておいてあげてください。大体の金額を教えておくことも大事かなと思います。例えばね、20歳になって、まあ卒業までの2年間学生時代2年間この特例制度を使って猶予をもらったとすると、約40万円分が猶予になってますので、約40万円をもちろん一括じゃなくて分割で払っていけばいいんですけど、それを払わないといけないんだよ、40万円ぐらいだよっていう金額を、まあ目安ですよね、を教えておく、もしくはね話しておくっていうことが大事になるかなと思います。そして気をつけないといけないんですけど、追納期間は10年以内しか追納ができませんので、必ずそこは知っておくべき情報だと思います。これを過ぎてしまうと追納ができなくなってしまいますので、追納期間は10年以内だよということも必ず伝える、もしくは話し合っておくようにしてください。そして次ですね、親側ですね。例えば親がね子供のね学生の分を払う、国民年金をね学生の間払うよってことは、親側は所得控除が使えるっていうことを忘れないようにしてください。ただ払うだけではなくてね、少し親にもメリットがあります。それを忘れないように手続きしようっていうのが次のスライドで紹介していきます。この前にちょっとね、私他にも国民年金の免除の方法についての動画あります。これは猶予ではなく国民年金が免除できる、要はね収入がダウンされている方は免除するっていう方法もありますので、そちらのね方法やね内容を知りたい方は、この収入ダウン免除申請のやり方の動画を見てください。また国民年金は全納制度とかいうのがありまして、全納、要は前もって前払いをしておくと節約になります。同じね国民年金どうせ払うなら全納制度使って得したいなっていう方は、こちらの動画を見ていただけると理解できると思うので、ぜひこの2本も合わせてご覧になってください。はい、それではね続きのね所得控除に使える項目に行きたいと思います。子供のね国民年金をね親が払うと所得控除に使えます。どういうことかと言いますと、スライドで順番に紹介していきます。子供のね国民年金を払うと所得控除ができる、これは確定申告の社会保険料等の項目で全額払った分の全額控除ができます。こういうものが届きます。社会保険料、まあね国民年金保険料控除証明書っていうのが届くようになります。こちらにねご自分の分もね払ってる方は来ますし、子供の分の名前のものも届くかと思います。一人暮らしされててお子さんのねところに届くようでしたら、それを送ってもらうようにしてください。このね社会保険料の控除証明書は必ず必要になりますので、確定申告もしくはね会社に年末調整で出すっていう方は忘れずに出すようにしてください。この国民年金保険料控除証明書を忘れないようにしてください。このような用紙で届きます。この3つになっててハガキでピリピリピリっとするタイプです。これを出すと、要はつまり親の税金が安くなります。この国民年金保険を払ってますよっていうので全額控除できますので、これによって親の税金が安くなるので、まあね子供の国民年金を払うだけなんですけども、親の税金が安くなるんだっていうふうに覚えておくと、子供も負担が少なくなりますし、自分の方も税金が少し安くなるということでね、これが結構所得控除に使えるっていう方が漏れてる方いますのでご注意ください。学生だけではなくてね、あと社会人になって1年目ぐらいでね、とてもじゃないけどね給料で払えないっていうような場合も、親が例えば払ったとかね祖父母が払ってくれたっていう場合でも、これは同じように使えます。学生だけではありません。また就職先が見つからなかったといったケースでも、支払ったのが親であれば所得控除ができますので、そちらの方忘れないようにしてください。次は話は学生の子だけではなくて、もし未納が発覚した、国民年金払ってない時期がちょっと空白の時間があって見つかったっていう場合に、どうすればじゃあいいのかについて解説をしていきたいと思います。未納が発覚したどうするってことですね。これはね学生時代に猶予して大人になって昔知らない間に学生時代の猶予してても知らなかったっていう場合もあると思います。またはね未納の部分が見つかったっていうケースがあるかと思うんです。その対策方法をね具体的に紹介していきたいと思います。一体どうすればいいのってことですね。まず1つ目、もし追納期間内、要は10年以内なら急いで追納してください。これは年金事務所の方に問い合わせて確認をして、どれぐらい抜けているのか、一体いつの分なのかっていうのを調べて確認をして手続きをしてください。そして、ね、先ほど言ったように追納の手続き必要になりますので、書類を書くと納付書が手元に届くという流れになります。2つ目です。追納期間が知らない間に過ぎていたっていうケースあるかと思うんですよ。で結局どうしてこの追納期間が
過ぎてしまうかっていうと、例えばね、学生で2年分のね猶予をもらっていた場合、この年間40万円を分割をしながらとはいえ、毎月の支払い16,610円、まあこれはね令和3年度の金額なんですけど、それも払い続けながら過去の2年分40万円を分割して払っていくので結構負担なんですよね。例えばですけど、追納できる10年間の間にね、結婚して子育て中で収入もなくて、とてもじゃないけど払えなかったっていう方もいますし、もう情報として知らなかった、もしくはね、自分にそんなね学生時代に猶予をもらってたっていうの自体を知らなかったとかね、親が手続きをしてて自分は知らなかったっていうケースもあるかと思います。こういうケースにならないために、先ほどきちんとね親子で年金の話しましょうねって言ったのはこういうところでもあります。加入が抜けている数ヶ月があるっていうのも結構意外とあるようです。まあ、何かしらの原因で抜けているとかね、会社を辞めて次の会社行くまでの間のなんか数ヶ月がとかいう場合がありますので、原因があっても追納できればいいんですけど、追納期間が過ぎていたらどうすればいいのかなっていうふうに思う方いるかと思うので、じゃあどうすればいいのか、その場合について次のスライドで紹介します。はい、任意加入制度を使うとありますけど、これは追納を過ぎてしまった方が使える唯一の方法手段になりますので、必ず要チェックです。これは60歳以上65歳未満の5年間要は国民年金って20歳20歳からね60歳まで払うって言いましたけど、この60歳から65歳未満の5年間は国民年金保険料を納めることができるんですね、任意で。そうして国民年金を60歳から65歳の5年間で払っていくと、それ以降65歳からの年金もらえる将来の年金を増やすことができるという制度があります。これは向こうから教えてくれません。これも本人の申し出によるので、その時になったら自分がね、もしかしたら抜けてる部分があるなとか追納したい部分があるっていう場合には、必ずこの60歳以上から65歳未満の間で任意加入制度を使いたいですっていう風に申し出をする必要があります。この任意加入制度使うの条件がありますので、ね、またねその時が来たらきちんと確認をして、該当するか該当しないかっていうのは必ず確認をするようにお願いします。でもちろんこのね60歳から65歳の5年間に国民年金保険料払った場合は、社会保険料の控除の対象にもちろんなります。最終手段というか、もちろんね追納の方がいいんですけども、どうしてもやはりねこの65歳からもらえる年金穴の分を埋めたいなって方は、こういう任意加入制度を使うっていう一つの方法があります。もう一つ別の案を紹介しておきます。このね任意加入制度、例えばね該当しなくて使えなかったよとかね、もうそこまでしなくてもいいかなっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれません。別案です。これは未加入の不足分というのを貯金していくっていう方法ですね。そこまでね追納できなかったというふうに焦らなくても、その分きちんと持っておけば別にね特に困ることないので、そういうふうな考え方もあります。別のもので資産運用をして準備しておくのもありです。この分自分はね学生の特例ノート使って追納できなかった分があるから、その分は別のもので、例えばイデコをかけて資産運用していくとか、もしくは違うもので自分の将来の年金を用意して準備しておけば、そんなに追納できてなかったやばいどうしようっていうふうに心の底から心配しなくてもいいじゃないかなというふうに個人的に思います。ですので、ね、もしね追納漏れてたって方は、この任意加入制度が使えるよっていうことと、まあ将来のためその抜けている分は自分で積み立てていくっていうのも一つの方法かと思います。国民年金基金に加入して、そのね自分の老後の年金を積み立てていくって方法もありますし、また先ほど言ったようにイデコのようなものを使って資産運用して準備しておくっていうのも一つありの方法だと思います。追納期間が過ぎていても、まあなんとかなるよっていうような方法を教えておきます。はい、それではまとめです。まずねどうしても言いたいのここです。未納や未加入はまずいんですよって方ですね。もし学生でねできないよとかね払えないよって方は、申請して手続きすれば猶予ができますので、必ずもう簡単な手続きでそこまで複雑なものではないので、放置にせず必ずするようにしてください。追納期間に要注意です。追納できるのは10年以内になってますので、またね追納したいという場合は自己表示しないといけませんので、そのあたりも忘れないようにしてください。支払った場合は所得控除ができるってことを忘れないようにしてください。これ2つ目のポイントですね。未納の場合のね対策方法はきちんとチェックしておきましょう。先ほど言った任意加入制度を使うと、まあ自分でね別案として自分で積み立てて準備しておくっていう方法も一つのありかなというふうに思います。というわけで、本日の国民年金の方の動画の内容は以上になります。このように自営業やフリーランス向けにね役に立つような内容を動画で配信していってますので、チャンネル登録の方、またねコメントやいいねボタン、高評価ボタンしていただけると励みになりますので、よろしくお願いします。また私はインスタグラム、ツイッター、TikTok もしてます。 TikTok はフォロワー 5.5 万人になってますので、 URL から飛べるようにしてありますので、チェックの方お願いします。
私は税理士川南のオンラインサロンということで、オンラインサロンを運営しています。顧問契約に比べたら10分の1ほどの値段、月額制でオンライン上で質問や相談がいつでもできるというのが1つ目のメリットです。そして2つ目のメリット、サロンメンバー限定で Zoom サロンを開催してます。まあ、私とサロンメンバーが集まって Zoom 上で情報交換をしたり相談や質問をし合ったりする場で好評です。3つ目のメリットは税理士の裏側を公開しているってことです。私が普段ビジネスをどういうふうに考えてやってるのか、 SNS の集客の仕方、 YouTube やTikTok の裏側などなど、またね、新しい税金情報や経理情報が出ましたらオンラインサロンのみだけに優先的に投げておりますので、ぜひオンラインサロン気になる方は概要欄に URL ありますのでクリックして検討してみてください。もう一点お知らせです。私は自営業フリーランス向けに今本を執筆してまして、2022年の1月に発売予定です。この本は Q&A 形式で、その自営業やフリーランスに必要な経理やね、ここだけは知っといた方がいいよねっていうようなものをギュッと詰め込んだ内容にする予定ですので、ぜひね、年明け本出版するってなったら、こちらにもまたね、 Amazon 予約など始まったら YouTube の方でもお知らせしていきたいと思いますので、ぜひね、こちらの本のチェックの方もよろしくお願いします。コメントでね、本楽しみにしてますとかね、本ね買いますよぜひっていう方ね、コメントたまにいただくんですけど本当に嬉しいので、ぜひぜひそういう風に思ってくださる方いたらコメント、本についてね買いますよっていうようなコメント一言してくれると嬉しいです。はい、それでは本日の動画も以上になります。税理士川南でした。最後までいつも見ていただいている方、本当にありがとうございます。これからもね、役に立つような情報をねどんどんと上げていきますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。では本日の内容も以上となります。税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。